高一チャンネルです。本日は、兵庫県尼崎市を出発します。今からね大阪空港周り、外周を走ってから、調子に向かいたいと思います。今日はこの時間出たらね、ルート1号線浜松の辺のね、スーパードライブをね、見れると思いますんでね、よろしくお願いします。はい、では本日はね、関西だけではなく東海地方のねビューを通っていくというコンセプトで、放送させてもらってます。そしてまずは腹ごしらえね。今日は伊賀食堂です。亀八食堂で焼肉一緒でしょ。全くね、これ屋根付きのやつです。ちょっと朝早く来んでね、11時ごろやったら食べに行きました。このような人事電車と右折するときね、要信号機見ていきましょうね。ここ1号線ね、すごく人事電車との信号待ちの差がありますので、ね、注意しましょう。湘南みたいなんできた。本日はね、ここを紹介してるんですよね。ドライブコースね、浜名バイパス豊橋から入るね、これずっと浜松市内の方まで向いてるんですけどもね、夜だと高速道路みたいでございますが、本日休日でちょっとかなり混んでおりますがね、右手には海のビューが見えます。ここはおすすめですね。昼間はね、夜は別に何もないんですけどね、まあ、あの昼間はおすすめです。
ではね、絞り込みも終わってここ早送り行きましたね。ここがビューなんですよね。非常に綺麗な浜名バイパスでございます。右もう青松原いっぱいあってね、ずっともう高速道路並みで走れますよ。これがね、メインの浜名大橋でございます。左で浜名湖やね、右が海ということでね、非常に、淡水と海水が入れ混じるところでございます。まあうなぎ有名ですけどもね、こちら右の方ではね、私の好きな釣りもできるんですけどもね、波が高くサーファーも多くね、非常に景色のいいところでございます。ここは清水ですね。まもなく左方向です。ないんだけども、まあ、昼間通ってね、明るいうち、ちょっと真っ暗危険なとこですよ、ここはね。いやー、もう、ね、およそ300m先、右方向です。続いて、右方向です。また静岡の1号線を、北上するのが時間がかかります。今やっと由比海岸でございますね。1号線ルートがありますね。右手にはホテルがあります。もうすぐ間もなく走ると東名高速道路ですね。これと並行して、1号線、東京方面へ向かっております。およそ 500m 先、ウルトラになりますので、ね、電車付きの間に合ったら、この電車が最高のことが知っておられると思います。知らせも有名でございますので、意外と車が飛ばすので、ね、あまり止めれるところはありませんが、困るところはあります。まもなく左方向虫の手と、まあ、動画があって、
ではね、富士山の半分にちぎれて見えてますね。本当だったらこう大きくやっと見えるんでしょうけどね、雲が厚くね、本日は半分富士山見えますね。ではね、この辺はね、よく昔、トラックドライバーの、ね、大型トラックの方にね、往来したんですけどね、まあ、今でも変わりませんけどね、道路が少しずつ延長されてます。バイパスが多くなってましたよ。でも三重でも山岡やね、兵庫県の伊東山岡、山岡はどこでもある山岡やが、ドライブウェイなんの山岡やでございます。ここは、なんかありますけど、トラックを止める絶好のポイントです。日付は変わりましてね、銚子漁港ですね。ここ本日のメイン仕事行ってまいりました。銚子漁協でございます。やっぱりスケールが違いますね。これ右手ちょうど大型船が止まってるんですよね。もうトロール船みたいなね、やっぱり銚子漁港ですね。観光のウィンクロを支えてもらいましょうか。非常にいい景色と見物ができた次第でございます。では本日はね、湾岸線が走ってくる東京、もうあの環七抜けてね、246世田谷本線から帰りたいと思います。はい、今時間よろしくですよ。ね、もうここはね、大都会東京に入る湾岸線に行ってもらいます。結構ね、話しまたよろしくです。ではね、本日の行程ですね、兵庫県から千葉、銚子ですねに行って、また千葉県から積んで、大阪じゃねえか滋賀の東大宮という経過なんですけどね、この辺で切っときましょうかということでね、湾岸線沿いの浦安ディズニーランド、このままずっと走ることでね、フジテレビなどね、いろんなさまざまな大都会のね、飛び込みやいろんなものがありますよね。ここは走ってて非常に楽しいルートでもございます。また千葉にはね、大きなジャスコとかイオンとかもございますし、左をずっと眺めてるとね、左は臨海倉庫、右手は大都会東京でございますね、東京タワーなどがございます。ということでね、これは357号線かな、非常にエビオでございます。